ビーンは1997年に制作されたコメディ映画。イギリスとアメリカの共同制作。日本では1998年に劇場公開された。灰色と黒のアレンジメント母の肖像1871年、オルセイ美術館イギリスの ITV で放送された人気コメディ番組ミスター・ビーンの劇場版作品。舞台をアメリカのロサンゼルスに移し、 ジェームズ・マクニール・ホイッスラーの名画、母の肖像をめぐって引き起こす騒動を描く。劇中撮影されたコメディは新規のものもあるが、過去にテレビシリーズで行われたものもある。テレビシリーズでおなじみのミニや、テディも、場面は、少ないが登場する。ビーインが、イギリス人ということもあって、チャールズ皇太子の風貌を揶揄するセリフがあるほか、随所にザ・ビートルズの楽曲が用いられている。 名画、ホイッスランの母の肖像が、パリのウルセイ美術館から、アメリカのロサンゼルスにある、グリアソン美術館に展示されることになった。ロンドンのナショナルギャラリーの学芸員たちは、とんでもないトラブルメーカーの警備員だが会長に気に、入られているビーンを厄介払いするために、ビーンを美術の専門家に仕立てて、ロサンゼルスに派遣する。一方、 クリアソン美術館の学芸部長であるデビットは、ビーンを自宅に止めることを提案するが、家族から猛反発を受ける。案の定、ビーンは空港に到着して、早々に警備員が拳銃を持っているのに興奮し、拳銃を持っているふりをしているうちに空港を大混乱させてしまう。翌日、ビーンは美術館に招かれるが、そこでも洗面所の蛇口をひねりすぎて、 股間を濡らしてしまったことをきっかけに、美術館の面々からは変人に思われてしまった上、公開セレモニーでの本格的なスピーチを任されてしまう。デビッドは不安になりながらもビーンを自宅に連れて帰ったが、デビッドの家族も実家に帰ってしまった。ビーンの希望で遊園地に行った二人だが、ビーンはそこでもアトラクションのプログラムを勝手に変更して、再び警察の世話となる。 帰宅した二人だったが、そこへグリアソン夫妻が、突然デビット邸を訪問。デビットはビーンに無理やり料理を作らせるが、今度は電子レンジを爆発させる。デビットはようやくビーンが美術の専門家でないことに気づく。ようやく、ホイスランの母の肖像が美術館に到着。警備手順の説明のためデビットたちは部屋を出て行き、ビーンは一人への前に残されたが、 絵に向かって花を飛ばしてしまう。付近で拭き取ろうとしたが、ポケットのペンが液漏れしていたせいで、母の肖像の顔部分が汚れてしまう。B ンはワゴンを装ったり、外壁を伝うなどして修繕室に到着し、シンナーでインクを取り去ることに成功したが、シンナーが強すぎて、元の肖像まで溶け、さらに強く擦ったことで顔の部分が完全に消え去ってしまった。 絵がないことに気づいたデビッドは慌てているビーンに質問。顔が消えて、ビーンによって、ピノキオのお父ちゃんみたいな落書きがしてあるのを見て、狂乱してしまう。落胆した二人は、泥酔したまま帰宅。帰っていた家族にも呆れられ、離婚すらもほのめかされてしまう。深夜、物思いにふけるビーンであったが、ケビンのポスターという言葉を聞き、あることを思いつく。言語版では、ビーンは、 本編中、テレビ版と同様に最後のセリフや、ほんのわずかな受け答え以外は一切言葉を発さず、無音の状態だが、吹き替え版では、どの作品でもビーンの担当声優がそれぞれ無音の演技に独自にアドリブや擬音を入れている。広川大一郎は独自のアドリブを加える広川節を入れ、滝口淳平、江原誠司は鼻歌を口ずさむといったビーンの行動を誇張する声の演技が入る。 ありがとうございます。